はぁ、今何時？昼や。なんか外で撮ってるみたいじゃない？これあのね、一応ね、高崎、群馬に来た時には絶対に行くケバブ屋さんです。このケバブがうまいのよ。ノアーズケバブね。でもね、めっちゃ焦った、正直。何が？俺起きたらさ、電話で起きたの12時集合やった、一応、うん、電話でさ、12時10分ぐらいに起きてさ、うん、やったわと思って、あで、みんなにこう LINE したらさ、全員寝たから超嬉しかった。いや、昨日やっぱね、なんかね、ここ最近で稀に見る疲れ果てたやっぱり。まああと、見事に記憶が一切ない。昨日何してた俺？店員さんですか？いらっしゃいませ。ここってね、ローソンやね。今日は群馬に行きます。群馬、前回で10周年迎えて、うん、今日で31話です。あと新しい人に恩返しってなるわけ。そう、前回喜んでもらえたね。うん、上昇軍団継続中っすね。パスローが出してくれるから、恩返しの分。最近ね、ボートレースも今日調子よくてね。いいよね。そういう意味で俺最近ちょっとさ、調子悪くてさ、調子悪くね。仮面ライダーゴールドなんかおかしいんだよね。ああ、そう。あそこが来て、マジで。だからなんかさ、パワースポットじゃないけどさ、うんうん、なんかない、なんか警察の群馬じゃん。あ、欲しい、そろそろ。欲しい、最近行ってなかったよ。あ、あります。はい。ああ、そっか。中野岳神社がいいか。どこやそれ。結構お参りしたい系や。博士なの。すごくない？パワースポット。こんなパッと言って出てくる。パワースポットオタク。さあ、群馬着きましたよ。着いたね。20キロまっすぐ行ってくれ。20キロまっすぐ、ね、そらあるから。とんでもない、素晴らしいパワースポットあるから。やっぱり、まあ、なんとか神の力をね。うん、外線打つでしょ、だから明日。したいなぁ。てか明日もそうだし、うん、外線が今月いっぱいだろうな、クゾンでと思ってるから。まあそうだね、11月にはもう打てないだろうからね。そうそうそう、やっぱちょっと凱旋に恩返ししたいなと思うから。今月は凱旋ばっか打ってもいい？全然いいよ。あ、ホイマ行って、ホイマ。ダメです。ちょ、お願いって。おい、やめろって。ホイマ行ってくれ。来ました、ここですね。やっば。あ、空気うま。こんな感じよ。いや、久々に来た、こういうとこ。やっぱ外出るといいでしょ。いやめっちゃ気持ちいい。中野岳神社。中野岳神社、はい、ああ書いてありますね。はい、これです。ああいいね、ああいいね。あのね、え、何？あの、もうよかですか？あのいいんじゃない？お前見えちゃってるんだけど。俺も耐えてんだけど。あの こいつです。あの、はい、こいつです。群馬のゼッス様。あ、そうです。これあの群馬のゼッス。そう、これね。何これ？一応日本一の大黒様っていう。すげえ。これ見て、これ見て、くっそでかいで、これ。すごい、高さ20メートル。え？行け、行くよ。顔ふざけてるな、あれ。ウェーみたいな顔してるやん。これ登るのきついな、でも。あー、膝に来るな。もう来てるよ。動くやな、これ。おお、すごい、いいね。あ、終わった、この人終わった。痛い、足痛い。ちょっとゲロ吐きそう。うぅ、疲れた。疲れた。で、あの、来てみたけど特に何もなかったね。そう、待って、ん、プロキーよ。お、すごい。え、中金さんの人、番長じゃない？なに、ここめっちゃパチスロ神社やん。パチスロ神社やった、ここ。ね、ゼウス様もおるし、トドロキ様の岩もあるし。ありがとうございました。明日。前回、まあ、恩返し終わりまして、うん、まあ、また新しく恩返ししていく感じなんですけど、うん、誰に恩返ししようみたいなの決まりました？一応ね、はい、なんでしょう。いろいろ考えてさ、どこ行こうかなって考えたんだけど、バイトシリーズ。あ、バイト先シリーズ。そう、その中でも、やっぱ一番長くお世話になった、
コンビニのくしくも店長さん。あ、ローソンですか。あー、すいません、サンクスです。おい、敵じゃねえかよ。もう何年お世話になったんだ。アイドル時代からだから、リアルに 4,5 年お世話になったんよ。おお、そんなやってたん。やってた。そこ行こうかなと思ってる。いいじゃん。僕はね、直近でね、結構お世話になった人がいて、はあ、先に個人名を出しちゃうと、首都と江戸セポネのニューウェーブさんっていう、はあはあはあ、まあ、YouTuber の方なんですけど、首都江戸さんのやっぱボートレースと仕事すげえ多くて、それをやっぱお仕事いただいてるわけよね、うんうん、俺も翔さんも、うん、ってことで、まあ、首都江戸さんに、まあ、直近のお世話になったから、うん、まあ、ちょっとこの熱が冷めないうちに、はいはいはい、熱が冷めないうちって言い方悪いんだけど今回は僕は、お世話になった、ボートレース YouTuber のお二人、翔さんは、コンビニのコンビニ店長、昔のバイト先の店長ということで、うん、ドキドキしたかな、みんな。来たわ。多いのはいつもより。あ、割とおるね。ヤギさん、とあっち何でいいか。あ、俺あっち最悪マジであるわ、うん、結構本当に花火とかまったりと思ってるからさ。重くなったなこいつ。あ、あれは昨日の金包みつけてよ。え、これですどこつけるこれ。もうやばいって。なんなんこれ。よし、おはようございます。僕は今日はちょっと花火から行きたいと思ってます。あ、でも花火埋まるね。昨日1台出てる台があって、その台ではない、上げ狙いでちょっと体への花火から狙っていきたいと思います。ジャスティンは外線行って外線取れそうやね。これで行ったりたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。何、どうしたんそれ。何、何がメガネどうしたんこれ。何、多分間違って、いらないって言ってもらいました。すごいな、それあれみたいな、あの暗記シートのやつみたいな。そう、下敷きみたいな色してんだよ、うん、赤なの見えるこれ。見えない、白ななみたいなの。あの下敷きで消えるみたいな。赤な消えるぜこれ。大丈夫。オーケー、じゃあ狙い台取れたね、2人とも。大丈夫、ガイさん、いけそう、いけそう。南の方角取れました。南の方角取れた。願い事、願い事だよね、うん、他人の助けによってうまくはかどりますって。あら、いいじゃない、俺か。そうだ、そういうことか。あ、南の方は特に良いでしょ。俺これ覚えとくわ。南です、いきます。もう勝ち確ですね。勝ち確。はい、あの一個言いたいこととしては、うん、まあ諦めずに戦ってほしいよね。もちろん、うん、今日は俺戦い抜くよ。戦い抜いてほしい、見てて、うん、で、まあ、中金さんを、大黒様の笑顔にするのが僕が目標だから。待ってよ、ニコってさせてよ。お金もね、結構僕ね、軍資金持ってきましたよ。7万。7万。え、7万あります。まあでもあのなくなっていいお金じゃないからな。キツキツの7万で。これ5万。まあ俺花火やから、うん、2万ぐらい持ってく。まあうん、だから10万あげるよ。マジで10万持って凱旋実戦だよ。でもやっぱ凱旋はね、いるからね、対戦は。うん、俺も凱旋でバッてなった時って、やっぱ翔さんが10万持ってきてくれたり、お金持ってきてくれた時に、やっぱ心に余裕を持って打てたら打てたから。今日違うね、うん、今日勝つわ、うん、あなたも勝ちます、うん、しかもさ、うん、花火の位置もさ、結構南側やもんね、ホールで言うと。まあまあまあ、そうやね。あのね、入り口側が南側なんだ。うるせえな、もうなんかドクターコパかお前。大丈夫、風水の、まあ、とりあえず万枚出してくれたらそれでいいです。そうね、お願いします。オッケーオッケー、やってやろう。はい、ジャスティンショート、長金のクズの恩返し。はい、ミリオンゴッド神々の凱旋。まあ、この台も朝一天井行くまでは絶対当たるまで追います。いきます、凱旋1枚目。今日は中金さんを、大黒様のような笑顔にすることを目標に打っていきます。おい、あー惜しいな。いやー、いい感じ、いい感じ、悪くない悪くない、手応えありです。ジャスティン大丈夫かな、怖いな。やっぱ乗り打ちのね、片方が凱旋とか行ってる時ってやっぱ怖いよね。ただ逆を言うと、翔さんにいつもこういう思いをさせてたんかと思うと、ちょっとなんか申し訳なく感じるよね。俺今超怖えもん。あ、俺が朝渡した5万円なくなるんかなとかさ。はい、朝一364ゲーム回して、投資が1万円なくなりましたと。2万円目、公約もいいのでまだまだ行きます。ジャスティン先生、反応はなし。
ごい。トクリップ。よし、これはドンビックだね、多分。斜めに揃う。オッケー。投資14,000円、ゲーム数447ゲーム OK。でこれで13,000円なんで全然半分ぐらい返ってくるでしょ。これなのよ、 A タイプの素晴らしいところ。よし、さあジャスティンからは未だに、何の動きもありません。どうなんでしょうか。飲まれますよ。すいません、飲まれるよ。はい、追加投資15,000円目。おいや、ウェイヨー、ウェイヨーだよこれ。赤ならです。よし、 OK、 241ゲーム。一番大好きなリーチ見れた、許す。また飲まれるやん。何をしてるんだ俺は。ショウさんが当たってる気配が全くないんだけど大丈夫かあれ。18本。ショウさんもう3代目やん。おい、あいつ外星2連続天井単発とかやったんやないよね。3代目言ってんだけど大丈夫これ。お疲れ。見えるんすけど外線の島が。うん、僕の間違ってなければ3代目のあなたを移動されてたんですけど、助教ということで今ね。でもねトントンぐらいよ、はい、本当に。あ、それは言い過ぎやけど、朝一さ、470ゲームで外線空いて、470空いたんやけど、470ゲームの外線が空いたんだ朝一。そっちに移動します。あ、じゃあ自分の台やめて。そうそうそう、80ゲームぐらい出てやめて、その台移動してで天井行ったんよ。あ、行ったんよ。だから1000ゲーム目ね、この小槌で叩いたんよ俺。何やってんだよ。大黒様、待つって。お願いします、大黒様、行きます。天井だー、ここだー、ブイ、うーくぬぬ。1004ゲーム天井。俺ら、大黒ステージ行った。金なの兄弟だけ。マジで全然ステージ金ならんわ。ジャッジ来た、やばい、マジヒリつく。ほんとお願い、行きます。うわー、マジかー。あー、お刺し、単品お刺し、お刺し丸。マジかよっつって、僕朝一言った80ゲームやったから、うん、もう一回狙うっつって。あ、それまた移動してるね。はい、もう群馬の外線全部俺朝一掘りますっつったから。おー、頼むかい。あっさり564ゲーム。どれだろう、右上がりきなのかな、さっきの。はい、1個。よーし、やー、怖いやん。あー、ちょ、待ってよ。逆に珍しいよね、ジャスト900枚。いやー、弱い。いやー、3セット。はい、もう1台ですね。今22ゲームでやめられてる外線。こっち側がとりあえずね、南側なんで、こっちでしょ、当たりは。できます。なんだ、俺も8万ぐらいいってるから思ってた。全然全然。あ、なんだ、ごめんごめん。中ピさんはどうなん。中ピあれ2なんですよ。中ピ2で、2万ないんですよ。2万ないの。そうなんですよ。花火で。そうなんですよ。だからもうやめるんですけど、翔さんの状況によっては何打とうかなと思って。でも消去法で凱旋になるんよね。でも本当にこの今日の状況と、まあ普段より稼働いいし。そうね、サラバン2もね、だから打たれちゃってるから。あ、もう良さそうなのはね。そう、資金渡すよ。え、だったらもうこうなったらもう2人で凱旋ぽっこり出さんと。2万円になります。
で、なくなったらまた言って。一番嫌いな場所行くから、それなくなったら。どこ行くの？ ATM。 一番嫌い。だって今日軍資金12万よ。12万負けてやばいよ。そうで、投資が4万と2万で6万やから、あと半分か。そう、さすがに12万もぐらいなんだもん。買えやん。大丈夫、諦めんかったら絶対ある。マジ？ちょっとこいつもうきついからやめるわ。で、凱旋打とうと思ったんやけど朝一台が空いてないから、ちょっと僕一回休む。ちょっと剣するわ。さあ、ほんとだ、朝一台も埋まっちゃったんでね、これやるしかねえよ。もうほんとに後はない。いやー、900枚ぐらい持ってきたんだけどな、飲まれた。5枚目、507、508。509。2回目の510チャレンジいきます。やったか。あるよ。ああ。あるよ。あるよ。頼む。あるよ。うん。あるよ。ある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 、当たる当たる。間違いない。じゃあここだよ、絶対取れよ。取ったぞー。おい、10%取った。マジか。連載おった。これよ、これしかねえよ。お願いします。さあ、これ天国で当たったんで、うん、ちょっと大黒ステージの可能性があります。お願いします。はい。あ、ベースステージじゃん。大黒ステージじゃん。お願いします、大黒様。まあまあまあ、いや、夢あるよ。いや、2回目の展示だから、どっちか取ってるよ。これはもう取ってる、さっき外したんだから。223枚絶対取ってる、大丈夫。悪くない悪くない。いや、やめて、やめてくれ。鈍いぞ、死ぬほど弱い。鏡、今まで見た中で一番弱いっていうのやつ。こんな弱いことある？まだある。神殿？神殿だ。マジかー。いや、まあ、キッチン。花火で2万負けて、翔さんも凱旋振るわない状況で、商いも芳しいものはなし。僕を救ってくれるものはお前しかいない。サラバッツ。まあ本気で得意やってとこちょっと見したいんで、今日も完走したのかい。大丈夫、サラバッツはもう最近大得意やから、勝率 100% やから負けるはずがない。2400枚は出るから任せろ。ジャスティン行ったね。あはは、もうこうなったら勝てませんよ。ない、もうない、くそー。
ジャスティン相談っすね、これ。今いくら入れてるん？57。これ33,000。9万か。9万無理くない？えぐい。回線まだ打つ？打つね。打つ。悪くないと思うんだよね、最後のやつ。設定的に帰りたい。帰っちゃう。帰りたい、きつい。あらよ、全然よ。サラバンもあれもやめる、無理。違う、一瞬出たけど。クリア？外線。今？俺も外線打つ。いいよ。じゃあ後半戦、誰で外線行くか。6時半やけどな。もうあまりにも朝から凱旋で低たらくやから。低たらくではない、これもうね完璧だよ。この台ね、一応ね JJ 初当たりがね6ぐらいなんよ。いや関係ねえ、5って低いんだよ。見せてやるよ。いいね、やっぱ中金さそうじゃないと。ふざけてるわ。いや全然あるよ、こんなとこからまくりは。クソ、金減るの早えな。秒やる。大丈夫、大黒様は見てるから俺らには。大黒様もう寝とるんやないん。全然今日何もないやん。あれかもしらん、お前ら9万も負けてザマーって笑ってるかもしらん。あのザマーの顔やろ。お金つきました。あとで。よし、よし。おい天国、来た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 。早いよ中金さん。落ちんなよお前、絶対落ちんなよ。よーし、天国確定しました。あーいいね、いい目。あーあーあー、当たる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 。よし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 、ありがとう。ナイス。これ何パーぐらい当たるんだっけ。20%ぐらいじゃ当たる。じゃあ当たるね。当たったか。おいおー、231、投資52,000。頼む、お願い。やはり早い。やっぱ凱旋うまいよね中金さんね。 うわーつ、そこか、おっつ。3番目。うわーい、来たー。お疲れ様です。大黒様、いいね。今日一回見てない。ね、俺まだ見てない。何やってんだよ。俺の前に現れてくんないんだよ。やっぱ俺か。いいね。やっぱ凱旋うまいか。うまいよ。ある。だよね。332ゲーム、65本。大黒様。ダブル大黒様よ。やっぱあれだよ、上げ親切あるよ。中金さん来てすぐだもん。そうやろ。さあ反撃開始だ。見て、神々しいやろ。一緒じゃん。一緒一緒ねえ、大黒卿。頭やべえやつ。これでいけるわ。教祖様ありがとう。でもやばくない、これでさ4セット分1200枚よ。やばない。簡単簡単、全然あるじゃん。よかった凱旋来てね。大正解じゃない。すぐ動く。うわよ、ここよ翔さん。ごめん、まだしたね。頼むぞ、行くぞ。おい斜め、攻めてやからな、攻めてやからな。大黒様いきます。よいしょー、ここよ。え、ちょっと待って待って、俺のおかげやな、バケチンパワーだ。だってさ、考えてみよう、来てさ、俺数百ゲームしか回してないわけ、うん、で、俺当たりました。で、当たったからの引いた、大黒様見た。すごくない。これでだから10個ぐらい乗せればもう大丈夫やから、いきます。EX チャンスあるぞ。うお、来た、やば、マジ。もう一発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 、頼む、お願いです。逆に閉店までメデューサでもいいぞ。
やめて。ああまずい。まあでも上乗せ上乗せ。いやいいよいいよいいよ、流れは来てる、流れは。よーし。いや大黒さんは、大黒さんすごいすごい笑ってるよ。ありがとうしてるよ。大黒さんはすごい笑う。もういいわ大黒さんは。お願いもう一個。うわあるかと思った。おおでかい。世界で一番大きい。うわえマジうまくない？えマジうまくない？三つ目だよ。おマジまくれるぞこれ。こんなもんじゃないぞ。いけいけいけ。マジかよ。これはうまいぜ。赤なら見えっつったやんそれ。全部赤なら見えた。全部赤なの。ガチ。全部赤なの。全部赤なの。全部赤なの。じゃあキララ揃ってもアカラだよ。おー来た。でも逆にアカラが見えなくなるんじゃないの。なんかね、クロナラに見える。クロナラクロナラヤバくない。いいね、クロナラの方いいね。いっちゃいで4つ目4つ目惜しいけど4つか。4つ素晴らしい。これだいぶまくりに近づいたよ。ちょっとだから 6セットまで続くってことやろ。そう6セットまで。であとまあ履歴もあるからあるよ、ワンチャンある。おっしゃーやっとだぜ。素晴らしい。長金さん来た瞬間だったわ、うん、すごいわ。やろ、やっぱり俺が出すというよりは翔太に導かせてあげようと思ってる、ね、うん、長金さんがパワースポットやる。そう長かったー。ここまで自身最高記録です。なるほど。4個は福田。はい、2セット453枚。まだ追ってもいいんだよ。頼む。ボードいいとかないかな。お、何？氷で中断切らなそうか。いい。あんまないよね。ない。あるよ。そういうこと？あるあるある。そういうこと？あるあるある。そういうこと。もう大体大体乗るぞ、大体乗るぞ、大体乗る、大体乗る。おいしょい。ゴー好きやね。攻めて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 。うまい。これが大事よ。8セットまで確定。2400枚。見えてきた見えてきた。3000枚。でも勝ちの可能性に乗っただけでもすごいと思うんだ俺。もう乗ってる。ちょっと今日諦めてたからさ俺、俺は諦めてない。いやさすがに大丈夫。そこやね。あと俺もちょっと頑張るわ。こいつどこまで伸ばせるか分からんけど。であともう翔さんにちょっと託して OK でしよっかな。大丈夫よ。やめます。 OK。 はい、お疲れ様でした。お疲れっす。もう10時もうとか閉店じゃん。ちょっと先上がって待ってましたけど、今日はぶん回したね2人とも。翔さん特にね。まあ俺はまあちょこ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 あれだったけど。まあまあそうね。まあまあじゃあ僕の結果からそうね言うと、多分投資60,000。おお。多分回収ゼロ。多分じゃないね。多分60,000負け。多分であってくれ。多分であって。はい、ただいま時刻は9時で多分60,000使い切りましたんで、僕は実戦終了してあと翔さんがどれだけ戻してくれるかっていうのにかけようと思います。今日は本当に何もできんかった。長かった。結構待ったで。でも結構待ってくれたでしょ。1時間半ぐらい待ってたから頼む。どうぞ。投資が、はい、65本。2990枚。だいたいまあ6000枚ないぐらい、うん、ぐらい。ここへ出りゃプラスってこと。はい、お願いします。最終的に回収が2529枚でマイナス461枚。粘ったんだけどね。はい、2428枚。こっから帰るのはしんどい。よし、827枚。
まあ回収できた方かって思ったらまだ繋がった3000負けだと思う。疲れてないか、はい、なんか老けた、はい、ちょっとさ、どうしたらかけた、疲れてるって、疲れた、ダメだってパチスロって負けんもんやと思うよったもん。いやそれがまずおかしいから6万円ならったもん。いや最終容疑はでもサラバン2があるじゃん。なんかサラバン2と回転で、あ、そう、あとそれサラバン2で今日へこんだから負けだから、確かについに初負け食らったもん。それもあるこの元気のなさは。でもさ中木さんまだあと4回あるわけよ。まあね、これはもう行った凱旋得意の凱旋出すのむずくない。自分でなんて君はなんだい、なんでそんなに笑っていられるんだい。俺もだって俺12万負けたと思ってたもん。君は本当にすごいな。今日は12万負けた。なぜ立ってられるんだい。凱旋でさ、やっぱこれぐらいで負けで済んだらさ、勝ちみたいなもんだと思ってるから。いや、そのメンタルやっぱ欲しいね。すごいね。よう立ってられるね。大黒様に感謝だね、でもね。12万負けで終わりはありえたよ。まあそうね、まあプラス1日中打って1人3万負けと思えば、まあ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 、まあこういう日もあるさ。うん、この負けを次回でちょっと一発取り返しに行こうよ。わかりました。ではまあ1回寝たら忘れるぐらいの金額で抑えられたのは良かったと思います。まあまた次回、はい、対策と傾向を練って、そうだね、しっかり勝ちに行こう、もう一回、はい、お願いします。はい、では今日は1日ありがとうございました。バイバイ。まあ、あと見事に記憶が一切ない。昨日何してた俺。忘れようよ。人間忘れるから生きていけると思うよ。もうマジで昨日俺もうクソやった。いや俺も結構クソよ。マジ翔さんのあれなかったらやばかった本当に。